じゃあまた行き先が2カ所あるんだけど、そのうちの一つのカジノがね、なんかすげえ法外な賭け金なんだよな。最低金額270、今までせいぜい40とかだったもんね、賭け金。だからまあこれは言っておきたいよね。お金たくさんくれるってことでしょ。まあくれるってんならもらってやってもいいからね。じゃあ行くぜ伯爵。友人、何か気になることがあるようだな。ああ、もう伯爵も友人って呼ぶんだな普通に。なんか最初は仮の名前って感じだったけど、もう伯爵の中でも友人なんだね主人公は。で、疑いの目で見る。まあ疑うことは山ほどあるけど伯爵は。ベルンに戻るのは良くないと思っているか。だが牢に仕返しをしないわけにはいかん。あ、前にも言ったんだよなカジノって、そういえば。で、あ、そうだ、なんかイカサマ師同士で潰し合わされたんだよね、カジノのオーナーに一杯食わされて。それの仕返しもしたいのか。そっか、心配ない、今回は変装していく。ああ、それで変装が生きんのね。前回の変装っていうか女装、そうだよな、できんだもんな完全に。出ないと入れてもらえんだろうからな。私は公爵になりきることにする。じゃあそっか、伯爵も変装すんだ。そっちの方が心配だな、勝負より。センスは持ってるか。センス、まあ女装の時に使ったやつか。まあ持ってるんでしょうね。なんだその顔、素晴らしい。何、なんか使うの。お前を私の名のグラシエラとして紹介する。ルートウィヒスブルクの時と同じように、これは前回の場所かな。お前は相手のカードを私に知らせてくれ。じゃあおじさまなんだね今回の伯爵は。だが今回はデッキをアレンジするのにツインデッキスタックも使う。いやもうやめようぜ新しいもん使うの。いいよ前回と同じで。ローに自分はついてると思わせておいて、その後にゴキブリを踏み潰すようにやつの自信を打ち砕く。というと、まず自分の容姿に見とれているふりをしながら相手の手札を盗み見る。これは前回と同じかな。念のためおさらい。まあおさらいはいらんでしょう。でもこれをやるってことは、ユージーンは勝負には参加しないってことだよな多分。じゃあまあ次、では説明を省こう。勝負の外から操るんだ。また相手の手札を確かめたら、一番強い、かっこ多い、これは多い方でいいのか。一番数の多い数と私に合図で知らせる。これも前回と同じってことか。念のためおさらいしておくか。まあそれもいいでしょう。次に行きましょう。では次に進もう。機会を見計らってお前のポケットにデッキを忍ばせる。いつものやつ。お前はそこから勝利を確実にするためのカードを抜き出せ。またなんかいつもみたいに主人公が席を外すための理由を伯爵が作ってくれるってこと。私にエースを2枚と、よし、ここで問題だ。相手にはハイカードとローカードどちらを渡す。ん、あ、実はハイカードなんじゃないの。伯爵にはエース渡すから、伯爵がエースで勝てる程度のハイカードを渡す。正解だ。当てずっぽうだったかもしれんから。当てずっぽうじゃねえよ、さっき言ってたじゃん。なんか相手についてると思わせといてそれを叩き潰すみたいな。相手に、ちょっと訂正してそれ。当てずっぽうじゃないから。相手にはキングを2枚渡すのだ。そういうことだね。相手は強い手が来たと思い、かける金を釣り上げるだろう。ああ、これなら勝てるって相手は思うわけだ。でも伯爵の手札にはエースが2枚。リスクはあるが、こうした心理操作によって利益も大きくなる。ああ、それで賭け金高いのか。なるほどね。くれぐれも相手にエースを渡さないようにしろよ。じゃあもうこれは本当に今回は伯爵の目的とか関係なく、金を稼ぐために行くって感じなのか。まあ仕返ししたいっていうのもそうだろうけど、個々のやり方はもう分かっているはずだから、それらを一連の流れでやれるかどうか見てみよう。最初からだね。でこれはまあ前回やった鏡使って、相手の手札どこだ？あった。これを見て、この場合だとハートが多いね。ハートが手札に3枚ある。それを知らせるので、センスの開き具合でハートを示して、
3回仰ぐ。よし、これで第一段階は完了だ。まあこれ前回やったんと全く同じだもんね。だが一つ問題があるぞ。ん？この流れで私のグラスが空だ。あー、デッキを仕込むやつだ。うん、ワインを注いで、まあさっきのトリックだけでも勝てると思うけどね。さらに大きく勝つためにここでデッキのすり替えを試みる。で、伯爵が何か理由をつけて席を外させたわけだね。今ユージーンをおそらく。で、これエース選べばいいの？でもなんか他のプレイヤーも想定してるっぽいから、画面の上のとこ見ると。え？ちょっと待って、エース。これ押し出されていく形になるのか。ちょっと待って、一回リセットして。だからこの並び順だと最初にキング選んで対戦相手の一人に渡す用の、次に伯爵のエースで適当なカード、この順番でいいんだね。キングどこだ、キング、エース、適当なカード、このサイクルを2回やって、ああ、対戦相手の一人にキングが2枚、伯爵にエースが2枚、絶対に伯爵が勝つ。こら！これもまあそんな難しいことじゃないな。スタックを確かめさせてくれ。問題ないでしょう。見事だ、エースが私にキングが相手に割り当てられてるな。これぞ心理戦の真骨頂というもの。そうだな、勝てばいいというわけじゃなくて、さらに大きく勝つために仕込みを欠かさない。これはすごいな、今までになかったことだね。この戦術を駆使すれば馬車1台には詰めんほどの富が手に入るぞ。相手が将軍みたいなボンクラだったらいいんだけどね。相手はみんな将軍みたいなボンクラばかりではないので、こうやって大きく張らせるわけだ。鏡とセンス、もう少し練習するか。まあいいでしょう、もう休みます。ゆっくり休むがいい。到着に向けて肌も整えておく必要があるしな。そうだな、念入りに助走しないといけないので。到着したぞ。伯爵が化粧してんのかな。友人自分で化粧とかできないもんな多分。あー、まあでも一回教えれば覚えるか。友人はセンスを手にして出撃だ。いや、伯爵の変装の方が不安なんだけどな。ベルン、スイス。あー、そっか、スイスなんだっけ、このカジノ。また来ることになったな。勝負させてくれ。いいじゃないか。ん？セランデス。いいえ、あなたにこの席に着く資格はありません。この人がオーナーだよね、このカジノの。私は負けを取り戻さなくてはならないのだ。融通は効きませんよ。ここは真っ当な施設ですからな。貧乏人は買えん、なんだ？びっくりしてるけど。ああ、あれは宿屋にいた若者だな。ああ、知ってる人？宿屋ってかなり最初の方だよな。最初の方にこいつからかもったんだな、じゃあ。セランヌスってなんか聞く覚えあるような気もする。ああ、大丈夫、我々には気づかんさ、計画にしようはない。いや、お前の変装怪しいぞ。セランヌスの方に注目してて遅れたけど、反応が。お前の変装なかなかのもんだぞ。これバレるんじゃないの。本当だろうな。支障はないか、私の動きに合わせろ。いや、なんか似たような二人組見たことあるってなるだろ、これ二人とも。セランヌスもカジノの人も。マダム、ムッシュ、私の施設にようこそいらっしゃいました。ごきげんよう、ムッシュ。声でバレるだろう。声もちょっと変えてんのかな。伯爵もまあ器用だし、私はパッセ・グレインの公爵。こちらは名のグラシエラ。喋れないもんね。アンシャンテ・マダム。これは挨拶か。この子はカジノに漂う背徳的な空気感に怯えておりましてな。そうなんですよ。初めてなもので最高の空気ではないか。口出すんじゃねえよ、負け犬。映るだろうが、負け犬の匂いが。帰れ、金ねえんだろ。心配いりませんよ、マダム。この場所は決して、ほら言っただろう、ここは貧困法制な場所なのだよ。近頃の若者は想像力に欠くというか、面白みがありませんな。どうです、一勝負といきませんか。
この子にカードの勝負の美しさを教えるために。私はこの施設の所有者ですから勝負はしないのです。ああ、そっか。老いた貴族同士のよしみでそこをなんとか。いや、ちょっと友人が喋れないってのが致命的じゃないこれ。喋れないのやつと対照的にやたらと舌が回るちっちゃいおじさんのコンビ、見たことあるなって絶対なるだろこれ。まだ隠居するには早いでしょ。それはもちろん。勝負してくれるってこと？言いくるめたな。さすが伯爵ディーン殿、退屈そうにしておりますな。ディーン殿、この人は初対面かな。なんかあいつ気になるな。左にまだいるけど、セランヌス、帰れよあいつ。なんだあいつ、なんか邪魔になったりせんか。眠ってしまいそうですよ。加わっても？もちろんですとも、ご着席ください。こんばんはムッシュ。ああまあそっか、友人は。うわー、近づいてくんな、近づいてくんなこいつマジで。おい、なんかこいつやだな。マダム、あなたはこのような絶望の穴に来るには純粋すぎる。私の何を知ってんねん。どこかでお会いしましたかな。いやー、知らないけどな。見覚えのある顔だ。いや、私は存じ上げませんが。物静かな方のようですね。彼らが勝負している間に一緒に庭でも散歩しませんか。なんだこいつ、ナンパしてんのか。できませんよそんなこと。ねえおじさま、なぜです。むさ苦しいおじのことなむさ苦しいおじのことなど放っておきなさい。聞こえていますぞ。私の目に構うんじゃない。金ねえんだろ、帰る。追い出せこいつ。これは動けるけど、まあ勝負を見届けるんだよね。伯爵とこのディーン殿とカジノのオーナー、この3人で戦うのを見届けるわけだ。よし。うわ、金結構持ってんな。将軍ほどじゃねえけど将軍無限だからね。2000コイン持ってて掛け金は270。これは上げることも下げることもできない。じゃあ行くか。うわ、いきなり270。あ、始まってる始まってる。鏡で相手の手札を探して、あった。この場合はスペードが多そうですね。スペード3枚持ってます。スペードを指示して3回仰ぐ。やば、結構進んじゃったな。あ、でも勝ちましたねおじさま。おじさまって強いんですね。手痛い敗北となりましたな。もっとひどい負けから復活したこともある。それにしてもひどい負け方でしたがね。おめえもだろうが。ああ、ムッシュ、あなたはイギリス領の出ですかな。ええ、私はアメリカ市民です。どうしてわかりました。何、鉛か。匂いですよ、匂い。気をつけないと今の言葉が遺言となりますよ。何煽ってんだ伯爵すごい威嚇してきちゃったけど、ディーン殿。バニラとカイエン、塩、それにニューヨークの香りも混ざっている。ニューヨークに行かれたことがあるのですか。あります。あちらの独立運動を支援するためにルイ15世に派遣されましてな。これ嘘なんだろうな丸ごと嘘だろこんなの。あなたのような人がおられるおかげでアメリカは未来につながる共和国を築くこととなるでしょう。嘘だけどね、伯爵が言ってんのは。そしてあなたのような人がおられるおかげでフランスはイギリスを悩ませ続けるでしょうね。はは、私たちの友情を深めるためにもう一勝負といきましょう。この会話いるか。オーナーだんまりだったけど、うわ、掛け金倍だぜ。行くぜ。で、まずは鏡で手札の場所は同じかな、常に。あった。ハートが3枚。ハート3回。OK。あらららら、また勝ったんですね、おじさま。おじさま強い。やだ、ほんの少し罪悪感を覚えますな。勝ち方に少々遠慮がなさすぎました。ワインを注いでもらえるかな。だいぶ調子こいてんなこいつそして追加のボトルも持ってきてくれ。長居することになるかもしれんからな。そうですね、勝ち続けられそうですからね。今夜はしばらく長くいることになるかもしれませんね。ではワインをこちらのボトルでよろしいですか。いや、あいつ帰れよ左のやつ。
なんだこれ、気づかれてたりしないよね。ワインを注ぎます。はい、デッキ入れてもらいました。では新しいワインを持ってきましょうか。おい、どけよこいつマジで。ん、なんだ。あ、マダム、私が取ってきて差し上げます。うるせえな、消えろ負け犬。映るだろうが、貧乏人の匂いがよ。あなたは非常なお人だ。ああ、いちいち話しかけてくる。いや、これ邪魔しようとしてんのかな、気づいてて。どうだ、私の恥をかき捨てた誘いを無下にするとは。言っていいんだよな。ちょっと伯爵、おじさま、助けて、おじさま。言っていいのか。あ、いけた。いや、これ見られたりしてねえかな。大丈夫かこれ、デッキすり替えて。カードを、キング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 、エース、適当なカード、キングどこだ？あった、キング、キング、エース、エース、適当なカード、終わり。よし。そこそこの手際でいけた。これで伯爵の価値が揺るがないわけだ。消えろ、負け犬！随分とおじさまに対して献身的なのですな。でもちょっと顔が悪くなったな。なんか企んでんのか。あ、口出してきただけだ。 あいつ追い出しましょうよ、おじさま、おじさま。ワイン注いで、ん、あ、なんだなんだ、え、あ、もしかして、あ、取られた。あいつやっぱり分かってたんだ。これは何でしょうか。何、これはデッキの複製です。見ての通り、うまい順番に並んでいます。うわー、これは、もうダメかこれは。そしてここにいるのは伯爵だー。哀れな詐欺師。いや、むしろなんかみすぼらしい姿になってる。伯爵殿、一目見た時から気づいていましたよ。ああ、まあでもこいつは前に負けたんだもんな。散々騙した相手だから。伯爵のこと忘れてないよな。一目見た時から気づいていましたよ。ちょっと認識が 甘かったかもしんないね。一度負かした相手に対する。あんたの処方した薬のせいで私は闇に落ちた。そんな会話してたな、薬がどうとか。あんたのせいで全てを失ったんだ。止めて、友人。え、これ、あ、一応返してはくれたんだ。え、なんかこれ、なんか、こんなにはっきり、この二人が、負けて帰る状況って、初めてじゃない？あ、まあでも、コルシカ島でも負けたっちゃ負けたけど、あれは剣での勝負で負けただけで、イカ様がバレたわけじゃないもんな。お前が考えてることはわかる。痛いほどにな。イカ様暴かれて負けたのって初めてだよね。これは、いや、ちょっとふざけらんないな。これ伯爵落ち込んでんじゃないの、さすがに。あの、これ、よく書きすぎたんだよな、多分。その、ねえ、鏡で相手の手札覗くだけのイカ様で、手堅く勝ってくだけなら、暴かれることはなかったんじゃないの？でも、より大きな勝ちを得ようとして、デッキをすり替えるっていうトリックを追加した結果、こうなったんだもんね。愚かすぎたってことじゃない？よく書きすぎたんだよ。ああ、私は愚か者だ。殴られて当然だ。だがそのことについては話したくない。今は眠らせてくれ。ああ、もうこれは負けを受け入れてるってことだね、伯爵も。うわ、あんな伯爵初めてだ。ああ、お金増えてない！いや、まあ取られてないだけありがたい方か。お金、カジノに行く前と同じになってんね。勝ち分は取られたんだ、全部。これどういうに聞かれたんだ、セランです。
お前に会ったんだよね、こいつ。まだ化粧で硬い顔でこれを描いている。伯爵は眠っている。彼の血のついた鼻を触ろうとしたら叩かれてしまった。正直伯爵はセランヌスに殴られて当然だと思う。僕たちは彼を破滅に誘ったのだから。酒によって壊れた彼の顔は無残だった。それにあの目、あの目は忘れられない。あー、なるほどな。なんかちょっと前は僕たちは無敵だみたいなことを、ね、日記に書いてたけど、ここだね、僕たちは無敵だと、まあ無邪気にはしゃいでいたけど、ギャンブルで相手を破滅させるということがどういうことかっていうのをなんか思い知る話になったんじゃないの。純粋なユージーンにとって破滅させられた人間がこうなるっていうことちゃんと分かってなかったかもしんないね、ユージーンは。これなんか今後の動きに影響したりすんのかな。セランヌスってかなり最初の方だよね。宿屋って言ってたから、もう、あ、これだ、もう一番最小クラスの話だね。野営地を出てからその直前の日記が手品師だから。セランヌス、宿屋。僕もテーブルに座って参加した。まだひらがなが多い頃だもんな、文章も。僕たちはセランヌスという紳士を騙した。イカ様をすると心が落ち着かない。相手がお金持ちだったら問題ないって伯爵は言うけれど、ホップと温かい食べ物の匂いを嗅いだら家が恋しくなった。まあこの時はちょっと罪悪感持ってる様子だったけど、ちょっとそれを改めて思い出したんじゃないの？ああ、こういう話も組み込まれてんだな。勝ち続けるばかりじゃなくて。で、行き先はマレ城だけになったけど、ね、八重地にも行ってみたいって話してたんだよな。そう、ここにジョルジュがいるのがちょっと不可解で、ちょっと八重地寄ってみようか。あんまりお金持ち帰れなかったけどな。カジノででかく稼いでたくさん寄付してやる予定だったのに。どうしようかな、寄付するか。まあそこそこある方ではあるからな、今キャッシュ。よう若いの、今朝はちょっと変わった感じだな。あ、何が変わった感じ。古いロマンスに出てくる英雄のような暗い美しさがある。で、俺に何か用か。この会話なんか意味あんのか。寄付しとくか。伯爵は310コイン寄付すると言っていた。だからまあ今のところね、俺のプレイの方針としては伯爵と同じ金額を寄付して、まあなんか平等であるように心がけてんだよな。そう、平等の同じ金額を境にこう二人の表情変わるんだよね。だ、なんとなく今回のプレイの方針としては、うん、いつも通り同じ金額、伯爵と同じ金額を寄付しよう。倍額の620コイン。まあ結構お金なくなっちゃうけど。ありがとうよ。助けを必要としてる孤児院があってな。あとのことは俺がやっておく。信用していいんだよな、こいつら。結構寄付したと思うけどな。で、ああ、いた、師匠、剣の師匠。ジョルジュ、なんでこんなとこいんの。あの人と一緒にいいんじゃないの、あの、友人の祖母。ドビーニー。何ドビーニーだっけ。いやあ、友人。ああ、師匠も友人って呼んでくれんだ。もうだいぶいろんな人に馴染んだね、友人の名前が。君は見るたびに立派になる。その頭に王冠を乗せる日も近いな。この人はもう、本当に、期待してくれてんだね、友人に。剣の練習でもどうだ。いや、練習は別にいいけど、なんでこんなとこいんの、この人は。これだけ会話。ああ。伯爵は別に語ることないよな。移動する準備は良いか。ちょっと待ってね。まあ別に特別なお話はなしか。調子はどうだ、友人。ああ、イレニオも友人って呼んでくれんだな。伯爵は大層な名をお前に与えたもんだな。あ、友人のことどういう意味か知ってるか。あ、いや知らないな、友人の意味。ギリシャ語で由緒正しき子って意味がある。あ、ちゃんと意味あんだ。ダジャレかと思ってたわ。友人の友人ですっていう面白ギャグを言うための、そう、おもろギャグのためのあれじゃないんだ。こちら友人の友人です。
何か俺に用があるのか。もうお前も分かってるだろうが、俺たちは単なる放浪者の集団じゃない。俺たちは一体の賭博師、盗賊、それに詐欺師の監査役みたいなことをやってる。これ初情報だよな。そうなの。じゃあ伯爵のことも監視してるってこと。それに伯爵はこれ気づいてんのか。どういう関係なんだ伯爵とこいつら。そんな中ゲスな振る舞いをしてる賭博士が一人いてな。伯爵、放っておけば俺たちの信用に傷がつく。そいつの元を訪ねてやってくれないか。伯爵ではないのか伯爵のことかと思ったわ。これ、いや、いいけど、イレニオの頼みなら。助かる。地図に印をつけておこう。お前すでに訪れたことのある場所のはずだ。これ新しい目的地増えたってこと。こういうことあんの。イレニオとの会話で、笑顔見せてやろう。なんじゃお前落ち着かなそうに。なんだお前、何も語らねえじゃん。ちょっと待って、これワールドマップ出ていいのか。移動して地図に印をつけておくって言ってたけど、宿屋ってさっき行けたっけ。行けなかったよな。もしかしてあいつんとこ行くのか。セランヌス、これ最初に会った時のセランヌスだよな。ちゃんとこう整った見た目だったけど、当時はさっきはあんなんだったけどね。もう一回改めて、でもイレニオの話だとここになんか詐欺師がいるって話だったから、それはセランヌスのことじゃないか。これどうしようかな。ストーリーが多分進むのはマル城の方だけど、なんかこういうのいろいろ潰してから進みたいよね。こういうのもしかしたら期間限定かもしんないし。でも掛け金高え。最低金額100。よかった、100は残ってる。結構寄付しちゃった後だからな。勝負するのに問題はなさそうだ。次回ここ行ってみよう、宿屋。ちょっと今回は手痛い負けを経験することになったけど、この経験が後に生きるのかどうか、また次回よろしくお願いします。ありがとうございました。